藤原清成放棄8年もしくは、聖没年不詳は、奈良時代の貴族。藤原指揮家の祖である三義、藤原馬海の三男、無関位三義県式部教であった父、馬海の死去と同じ年に、息子、田熱具が誕生しているにもかかわらず、六国史等に清成個人の活動の記録が全く残されていない。考えられるのは、父、 馬会の死から3年後の天平12年に、長兄、広継が起こした、藤原広継の乱の影響である。この乱に連座して、年長の兄弟のうち、在京の次兄・吉継や弟、伝ロらは連座して、官位剥奪の上にる罪となり、広継の元にいた弟、綱毛は兄と同罪として処刑されている。 おそらくは清成も乱に関与したとして処刑されたか、流罪となった吉らが帰郷を許された、天平十四年を待たずに病没したものかのいずれかと考えられる。基本的には、特筆事項がなければ下級官人や無意無官の人物を取り上げることのない、俗に本気などの司書からは、その記録が漏れてしまったのであろう。ありがとうございます。